こんにちは、サトジンです。今回やってきたのはこちら、新しく導入されたニャンチューマスコットのガシャポンです。こちらは1回200円で5回やってきました。それでは早速開けていきましょう。ピンクいカプセルが2個、黄色いカプセルが2個、オレンジのカプセルが1個出ました。それではピンクから開けていきます。俺が小さな頃からやっていたニャンチュー、とりあえずラインナップはこちらですね。全5種類、ニャンチューのユニークで可愛いマスコットだよ。種類は聖火隊、クマ、ニッコリ、モヒカン、ミツバチとなっています。クマ、聖火隊、ミツバチもいいね。ピンクは何でしょう。テレッテッテデン、聖火隊、ニャンチューだニャ、めっちゃ可愛いニャンチュー。おーい、ニャンチューって小さく書いてありますね。可愛いニャンチューだニャ。2個目のピンク、パカリ、やはり同じ色なので聖火隊のニャンチューでしたね。めっちゃ可愛いニャンチューゲット。3個目、3個目は黄色いカプセル、何が出る。はい、お、モヒカンが出た。ニャンチューのモヒカン、すげえでけえモヒカンが。ニャンチューだね、かわいい。ニャンチューのモヒカン、すげえ。なんでこれ、なんでモヒカンを作ったんだろう。めっちゃ面白い。よし、4つ目ももちろんモヒカンのニャンチューだね、かわいい。そして最後、最後はオレンジ、ミツバチが欲しいですね。パカ、ウィー、ミツバチ、トゥルトゥトゥル、ニャンチューだね、ニャンチューのミツバチ。おお、かわいい。これはキーホルダーとしてどこかにつけたい。かわいい。今回出たのがモヒカンニャンチューと聖火隊ニャンチュー、そしてミツバチニャンチュー。たまに甥っ子とニャンチュー見るんですね。久々に見たらだいぶ新しくなっていて、今やっているニャンチューワールド放送局は元 AKB の笠井智美のお姉ちゃんが放送局の見習いアナウンサーとしてものすごい倍率を通過して、見事ニャンチューワールドの放送局のアナウンサーに合格したそうです。そしてニャンチュー、ニャンチュー、おなじみダミ声の不思議な猫、猫でもネズミの気持ちがわかるようになりたいという思いからネズミの服を着ている。マジか。帽子が脱げちゃうとくしゃみが止まらない。水が苦手、好きな食べ物はおまんじゅう。あとはゴールデンボンバーのダルビッシュも出ていますね。ぜひね、気になった方はニャンチューワールド放送局見てください。たまに見ると面白いですね。以上、ニャンチューのユニークで可愛いマスコットだよ、1回200円のガシャポンの開封レビューでした。めっちゃ可愛いんで、ニャンチュー好きな方はやってみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、また会いましょう。チャンネル登録お願いします。ニャンチューだね、さよなら。